はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。クリタテクの公式 YouTube チャンネル、今日もやるよ。今日はですね、はい、何でしょう。地球上にあるまん丸な品物をですね、測定してですね、地球上にある、はい、地球上にある丸いものすべてをこう測定してですね、はい、すべて測って、ツッコミ担当になっちゃった。地球上とかすべてとか、はい、すごいね。すべてを測ってですね、はい、どれが一番まん丸なのかをですね、この超精密三次元測定器でですね、はい、測って検証して一番を出してみたいと思います。やってみましょう。皆さん見てください。いきます、ピンポン玉、まあ、卓球の玉とビー玉、ちょっと透明な綺麗なやつね。これやりましょうか。おお電球スーパーボールです。うちでも持ってきますね。届かんのこれ。やかしましたね。あれ出てきた。あーおーびっくりした。勘弁してくださいよ。次これ BB 弾、市販品です、はい。で、片方がパッケージにすごい精度のいいことを書いてありました。プラスマイナス100分の1かな、はい、の新旧度っていうふうに歌ってました。こっちは何も書いてなかったよね。激安。激安。こっちは高いんだ、ちょっと。そうです。なるほど。ちょっとこの差を見ましょう。はい、皆さん一番興味のあるベアリングの高級とパチンコ玉です。最後に、ボーリングの玉、すごくね、はい、球面的にはまん丸になってないと、はい、やっぱりこうボーリングの玉って変な方いっちゃいますので、そうですね、多分僕が思うには結構精度いいと思いますよ。これ見てみましょう。ということでこの9つの玉を精密三次元測定器で測って、どれが一番まん丸なのかを検証しています。いきます。チョレイ卓球玉、いきますよ。はい、それでは操作していきます。はい、終わりました。はい、終わり。じゃあピンポン玉、ピンポン玉の新球度は、はい、0.01mm です。10ミクロン。すごい。おお、結構まん丸だね。10ミクロンだよこれ。10ミクロンすごいですね。10ミクロンで直径が約 40.1mm。 すごいな。まあ、40.1mm の直径で新球度が 0.01mm です。すごい、思った以上にいいね。びっくりしちゃった。素晴らしい。次行きましょう。ラムネいくぜ。おお確かに危ないですもんね。出てきた。出てきた、びっくりした。ラムネに入ってるビー玉いきましょう。これ俺が飲んだラムネ。飲み込みそうなんだよ、ね。そう。のぎすがないんだ。のぎすか、のぎす。あ、これでもいいですか。あ、そう、のぎす欲しいです。すごいのぎす。なんだこれは。あれだな、のぎすってことだな。はい、ビー玉いきます。はい、どうですか、出ました、出ました。おお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 、出ました。ビー玉、ビー玉ね、結果は、はい、まず直径は 16.9 ちょいなんで、あ、まあまあいいですね。17ミリの予備寸法にしては結構いい寸法ですね。いいとこいってますね。で、なんと新球度、はい、新球度は、はい、0.00。もうそこですごいよね。0.037です。素晴らしい。まあまあ素晴らしい。すごい。こんなレトロじゃなかったな。すごい。さあ次は何いきますか。うわ出た、いきますか。これはダメだな。マジですか。いきましょう、いきましょう。出た、スーパーボール。いただきます。これはダメだって。これでどなんで。舐めちゃいけないですよ。絶対だ、見たってわかるもん。いや。もう見た目で新球出てねえもん。子供の夢を壊しちゃいけないですよ。いや、これだともう目でわかるやん。いや、出てますよ。これはダメだと思う。一応やりましょう。行きましょう。行きましょう。これはダメだよ。これは出てないよ。見た目でいびつだもんな。
なんかグローブが刺さって。そうそうそう。そういう問題があるから、うまく測れないかもしれない。スーパーボール。スーパーボールお願いします。これ100分台いってほしいな。100分台出るわけない。あ、コンマ1だわ。コンマ1もあるかい。コンマ1、まあこれなんか切ってますもんね、これ。そうそうそう。作り方が大体さ、そうですね、くっつけたよね、作り方が安心してるんで、型と型にこう入れて、はい、カポンってやって、ね、カポンってやる作り方でしょ。出てないと思ってこれで、あれですよね、ここまで出てればまあ上出来ですよね。そうそう、ここまで出てればこういうやつ。はい、出ましたか。どうですか。ですか。そんな、マジですか。本当にこれ、なんすか。あの、こういうのせいで、なんか、これ。行きましょう、行きましょう。行きましょう。じゃあ、スーパーボール。出ました。直径がですね、20.3 弱です。なので、まあね、そう、直径自身はそんなに精度いいって感じじゃないんですけど、はい、なんと、真球度が、0.014。マジっすか。ミリっすか。まあ、本当なの。これさ、これ大丈夫ですか。鍼灸度14ミクロン。その型の精度が相当いいのかね。型精度が非常に良くて、このスーパーボールもいい精度できちゃったんですね。14ミクロンってあるか。これはダメだ。絶対ない。100分台出るわけない。いや、僕は、ね、見た目で狂ってるってのはまた、ね、思い込みで言ってるのでしょうけど、はい、でもちゃんと出ましたね。出ました。14ミクロンですよ。14ミクロン出ました。素晴らしい。スーパーボール侮れない。すごい新球度。すごいですね。本当なのこれ。ビー玉超えたってことですよね。あ、ビー玉は超えた。ビー玉は超えた。あのピンポン玉は超えてないけど。うわー、ビー玉は超えた。すごい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 。よしよし。電球。はい、じゃあ次はですね、次は何でしょう。はい、これ出た。これクリプトン球だから。よくわかんないですけど、電球です。電球。クリプトン球。クリプトン球ですね。クリプトン球ですよ。みんな触ったことがあるクリプトン球。電球でございます。はい、ガラスのまん丸ですからね、精度出てるんじゃないかということで、この外形ね、はい、セレクトしてみました。これ大体丸いのかね。そうなんです。これ非球面じゃないかな。となると新球出るんですよね。だから出ないかもしれない。出ないかもしれないですよね。球面のような気がします。はい、出ました。はい、出ました。はい、クリプトン球。はい、直径が、はい、35.10。はい、で、新球度がですね、はい、出ました。どうぞ。 0.26。 おー、結構すごいね。26ミクロンで出てます。 0.026 ですね、はい、やりますね。電球侮れない。侮れない。侮れないですね。素晴らしい。結構球面出てるんですね。0.026。素晴らしい。素晴らしいです。次行きましょう。はい。BB だ。チャンネル登録よろしく。はい。次だ。BB だ。はい、BB だです。なんかすごいこと書いてあるんですよね。ちょっと高いやつ。ちょっと高い、はい、超高級ベアリング研磨仕上げ。すごい、ね、すごい、すごい研磨仕上げですよ。プラスマイナス 0.01 ミリの鍼灸度。おお、ってことは20ミクロンってことですか。素晴らしいですね。20ミクロン。20ミクロン。ああ、なるほど。今なんか卓球玉より精度悪いですね。いや、でも分かんないですよ、ね、すごいね、これ高いんだよね。そうです。でおまけに直径も 5.95 のプラスマイナス 0.01 って書いてあるね。うわ、本当にこのようにできてるかどうか検証しつつ、はい、本当に丸いのか鍼灸度とね。そうですね、はい、両方見ましょう。うわ、できた。びっくりした。びっくりした。はい、やばっ。いや、いいですね。いいじゃないですか。来ました。終わりましたよ。さあ、
はい。BB 弾。はい。高級のやつね。はい。直径 5.95。はい。プラマイ101が、はい。はい。出して。5.943 です。おお、入ってるじゃないですか。マイナス6ミクロン。はい。はい、6. 何ミクロン。入ってるじゃないですか。表示通り素晴らしい、ちゃんと入ってますね。はい、で、新球度、まあ新鋭度なんですけど、新球度、はいはい、プラスマイナス10ミクロンって書いてありましたけど、はい、結果は 0.002 です。おお、すごい。2ミクロンです。すごいですね。2ミクロンです。恐るべし。恐るべし BB だ。さすが研磨して仕上げてやるだけあるね。高いんだね。じゃあ1000円超えますもん。何個入ってるんですかね。これをただね、 BB 弾で使うのもったいない、ね、もったいない。こんな2ミクロンですか。2ミクロン2ミクロン2ミクロンの深淵度が出てる。すげえ。すげえ。すごいですね、これ。びっくりしました。びっくりしましたね。次にですね、はい、当て馬じゃないですけども、ちょっと安いビビダンを用意していました。はい、やってみましょう。はい、お願いします。はい、じゃあこちらの安い方のビビダン、はい。直径はね、はい、さっきのよりちょっと、5.93 ぐらいでした。 5.93、 はい、はい、ですので、まあ、さっきの寸法とちょっと違うだけなんで、直径的には OK ですね。ですね、はい、で新球度ですけども、新球度なんと、はい、0.018、はい、おお、18ミクロン。そんなに違うんですか。18ミクロン、まあでも18ミクロンでも優秀ですよ。この2ミクロンがおかしい。すごい、すごすぎる。すごすぎる。だってこれもゲージに使ってもいいじゃん。いいですね。本当だ。これゲージ使えるやん。検索として使えますね。そう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 。2ミクロン対18ミクロン。うわー、やっぱ差はありましたね。まあ作り方が違うんでしょうね。これ本当にベアリングの写真が載ってるぐらいだから。そうですね。ちゃんと研磨して、すごく手間暇かけて作られてるんですね、はいはいはい。これはある程度ちょっと手を抜いて作られてる。だって食べ物では食べないでくださいって書いてるぐらいですからね。いや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 、食べないですよ。食べないですよ。だけどこれはそんな食べることまで書いてないから、やっぱりこうなんかちょっと違うんですね。まあ色合い的にガムっぽいからね。ついついね、子供が食べちゃう。怖え。どうぞ。よし。はい、出ました。出ました。ボウリングの玉で。わかっちゃいますよ、ボウリングも。はい。巨大なんで、寸法よく出ますかね。スーパーと同じように。あ、スポーツ系のボール。そう、競技に使うやつは、まんまるじゃないと、やっぱり選手困るんですよね。なるほど。結構精度いいと思いますよ。おお、楽しみですね。やってみましょう。やってみましょう。はい。翔子さん、出ました。出ました。お、出ました。はい。はい、直径。はい、出ました。218.4。218.4、はい。はい。で、新球度。出ました。なんと、0.09。おお、すごい。ピンポン玉より。すごいですよ。ピンポン玉よりこっちがいいよ。ピンポン玉基準になってるね。でもほぼピンポン玉と同じ10ミクロンぐらいね、大体ミクロンだ、うん、10ミクロンぐらいだけど、まあ9ミクロンに近い。あー、すごい、すごいね、すごい、9ミクロン。やっぱ競技で使うやものは ね、競技っていうか、転がすやつだからね、野球の球とかああいうやつはあんまり出てないね、全然出てないと思いますけど、こういったボーリングなんかはまさしく平たいところで転がす競技なんで、まんまる出てなきゃダメですよね。ダメでしょうね。 0.009 です。だからこれひょっとしたら高い物買いやつなんじゃない。さっきの BB なんでもね、やっぱり種類があるじゃないですか。はいはいはい。だからボーリング玉でもちょっと種類があるかもしれない、その品質の種類、値段によっても違うとか。そう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 、ありえますね。これは誰かのマイボールでしょ。そうです、そうです。だからそれ高いんじゃないかな。どうしたら分からんけど。9ミクロン。9ミクロン。9ミクロンです。すごい。すごい。9ミクロン。ボーリング玉、すごいです。9ミクロンです。1円パチンコ、今日も儲かったぜ。はい。残すところ、2つになりました。最終兵器ですね。
手兵器精密球といったら、はい、パチンコ玉かベアリング球じゃないですか。そうですね。この超精密であろう球をですね、うん、今から測っていきたいと思います。ベアリング球はさっきのビビーダンのね、ベアリング球仕様の剣をしたもので、 あの程度だったじゃないですか。ミミクロン、これは2ミクロン以上だったらちょっと問題あるでしょ。まあ、パチンコ玉はまあね、はい、そんなに精度いらないかもしれないから、ね、分かんないですけど、そうですけどね。でもパチンコ玉も使ってるうちに丸くなる可能性があるので、意外に使い古しの方が精度がいいんですよね。え、マジか。作った花より、ありえますね。まあちょっとどうなるかやってみましょう、はい、まず最初に行くのはパチンコ玉です。パチンコ玉から測定していきます。はい、お願いします。来ました。おお、はい、ということで、はい、パチンコ玉測定しました。はい、直径ですけど、はい、直径 11.002。 おお、すごいですね。すごい精度いい、まあ、いいのか悪いのか、もともといくつだったのか分かんないんですけど、まあ、11のプラス2ミクロン、2ミクロン、すごい、はい、そして問題の真球度といいますと、はい、0.0002 です。すごいっすね。2ミクロン、すごいすごい。2ミリだから高い方がね、と一緒です。高級版と同じですね、はい、で2ミクロン、2ミクロン、はい、おー、素晴らしい。これで今まで測ってきた8個の中で、はい、精度が高いのはパチンコ玉とこれね、これと BB 弾の高いやつ、高いですね、はい、が 0.00 に並びました。すごい、はい、はい、並びました。で、最後に、はい、測定するのがベアリングの玉です。はい、これはさすがにね、1位取ってもらうと困ります。困りますよね。あの、はい、まあ、あの前もって言っておきますけど、はいはい、取り立て工で作ってるものじゃないですか。ああ、うちでは作ってないから、これは基本的にあの売ってるものです。そうです、メーカーさんの玉を使わせていただきますので、はい、はい、これは1ミクロン以下。そうですね、今までの結果でいくと 0.001 を出していただかないとダメです。ダメですね。もしくはもうナノメーターの世界に入っていただかないと困りますよ。困りますよ、ベアリングメーカーさん。お願いしますよ。はい、ということでいきましょう。はい、お願いします。ですよね、これが入っているベアリング、はい。さあ、来ました。さあ、どうだ。あ、何何嘘じゃ、嘘言いませんよ。えさあ、え大丈夫ですか。目を疑う、え目を疑う、えまさよ、緊張してちょっともう一回。OKOK。 はい、さあ、はい、ベアリング高級最後の玉測定済みました。はい、ベアリング高級の新球度でございます。新球度はなんと、はい、0.0002。おお、すごい、200ナノメーター、すごいっすね。 0.2 ミクロン、つまりまあまあ万分の2ミリ。おお、出ましたね。やっぱ違うね。違いますね。それは高いわな。焼き餅でしょこれ。はあ、焼きも入ってるんですからね。すごいね。 12.0001 で、はい、新エンドが 0.0002。 桁が違いましたね。ゼロ何個言うのって感じ。いやー、なんかこう期待通りというか、期待通りだね、これは。あ、素晴らしいですね。さすがベアリング屋さん、すごいすごい。すごい、いやいやいや、もう恐れ入りました、恐れ入りました。こういうの僕らのゲージにもね、こういうの使ってますので、はい、より安心してうちのゲージも作れます。そうですね、チャンネル登録よろしく。はい、新球度対決無事終了しました。
パチ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 。はい、お疲れ様でした。結果的にぶっちぎりの、いやまあぶっちぎり中のぶっちぎりだね。ぶっちぎりのベアリング級でしたけども、いやもう桁が違うね。違う、うん、数字で一番じゃなくて桁が違う一番。そうですね、やっぱさすがですね。意外な意外なボールもありましたね。いやこれこれありえんよね。ありえないですね。本当かよって、手が狂ってんじゃねえかっていうぐらい素晴らしかったですね。想定外でしたね。これはびっくりしましたわ。スーパーボール。そんな精度いらねえよ。スーパーだけにスーパーボールです ね、 ね、精度までスーパーだったっていうね、事実が分かり、うんうん、判明しました ね、 しましたね。まあ、あとこう競技で使うね、まあ、ボール、こういう、ボーリングや卓球も、はい、まあ、10ミクロン。そうね、こっちはちょっと、こっちはちょっと精度がいいですね、このボウリングとかね。そうですね、まあ、ほとんど、まあ、一緒ですけど、9と10 で、ね、まあ、ほぼ一緒なんですけど、まあでもすごく精度がいいですよね。精度がいいですね。これもついでに12ミクロンだったかな。強烈です。ほぼ一緒なんだよ。信じられないですね。何が一番重かったかっていう、え、何でしたっけね。電球かな、電球かなんかだったかな。電球ですかね。はい、ということで、クリタテクノにある超精密測定機器を使ってですね、なんか違うもの上がりますかね。そうですね、また面白いものを測定して、別に球面じゃなくてもなんかいろいろあるんでね。そうですね、はい、測ってほしいものがあったらまたコメント欄にメッセージをください。よろしくお願いします、はい、また面白い動画を配信しますので、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、グッドボタンよろしくお願いします。では、さよなら。バイバイ。バイバイ。